まあ、そういうこう、なんていうか、お互いの掛け合いというか、練り合いがあって、まあ、授業は進んでいきます。まあ、網の変化ですね、それから乱の叫びと、まあ、こういうものもあります。他にもいっぱいあります。実は、不登校になった女の子の話とか、あるいは自殺しようと思った男のいじめで自殺しようと思って、ガラスに自分で手突っ込んだなんていう話も男の子から出てきます。それから、さっき言った死刑の問題、先生、命は大事だ大事だって言うけど、日本には死刑があるのはなぜなんですか、なんてこう出てくるんですね。それから命は平等だってみんな言うけど、戦争で命なんて簡単になくなってるじゃんっていうのも出てきます。まあ、そういうふうなことがどん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 こう横の広がりが出てくるわけですね。あとは虐待の問題も出てきました。これはもう放送、 NHK でもさすがに放送できませんでしたけれども、母親に虐待をされてるっていう女の子の話も実は出てきますね。私も見捨てられてるんだっていう、私も悪循環繰り返してるっていう、まあ、そういう作文なんかも出てきます。まあ、そういうのがたくさんこう連なるようにこう出てくるんですね。これが特徴的でした。それから5時間目、これはもうパッと飛ばしますけれども、ある女の子がですね、命はやっぱ平等だと思うってこう書いてきたんですね。で、川で溺れてる人が2人いたとして、片方悪い人で片方いい人だと、どっち助けるみたいな話をしてたら、私はどっちも助けるってこう言うんですね、 Y っていう子は。で、 K っていう子は、そんなことないでしょうって、結局は自分が一番でしょうっていう話をして、命って平等なのか平等でないのかみたいな論争をしてたので、この5時間目だけはその意見を取り上げて、話し合いをしました。まあ、ほぼ三つどもえでしたね。最後に書かせた感想も、まあ、三つどもえというふうなこと。ただこの中で特徴的なのは、命っていうのはやっぱ価値は変わると。それはなぜかっていうと、その人の生き方によって価値は変わってくるんだっていう行動、子どもが結構いました。それがいざとなれば誰でも自分の命が一番大事なんだ、だからとにかく震災でも何でも自分の命をとにかく守るんだっていう子どもも当然いました。あとはですね、最後、命とは生きること、これ喋った男の子っていうのはですね、聖也っていう子供な、普段何にも喋んない男の子なんです。普段何にも喋んない男の子がこの話し合いの中でボソッと、命って生きることだべってこう言うんですね。これもちょっと私はびっくりしましたけれど、まあ、そういう話し合いを1時間しました。最後6、7時間目ということで、綴ってもらいました。これは私の見つめた命っていう題で綴ってもらいました。亜美さん、さっき出てきました、まあ、あれ以上のものはないんですけれども、まあ、なんとなく自分が変われたということは書いてます。自分のことはあまり知られたくないと思っていた自分がこの時に少し変われた気がしました。私はこの授業を通して自分を見つめ直すことができました。そして自分の知らない本当の自分を知りました。それは本当は寂しいって思っていたり、嫌なことばかり考えている自分ですっていうふうに書いてきます。で、この子なぜ友達にあんまり相談したくないかっていうと、実は弟が、小さい弟が当時いて、で、その弟と2人きりになってしまったんですね。ですから自分はもうこの弟をなんとか育てなきゃないというか、まあ、世話をしなきゃないっていうふうに思ってるんです。で、おばあさんももう年なので、そうすると、おばあさん先に行っちゃったらもうあとは自分しかいない、だからこの弟は自分がなんとかしなきゃないってずっと思うんですね。思い続ける。ですからそこで人に頼っちゃいけない、人に頼っててはダメだ、甘えてしまってはダメだっていうふうにこう追い込んでいくわけですね。まあ、そういう事情がありました。ランさんですね、最後。私が前作文を読んだ時、 S、 これはさっき言った中川秀っていう子供ですけど、から「蘭は親のために生きているのか?」と言われました。それから自分は何のために生きているんだろうと考えることが何度もありました。でも今は一番自分がやりたいこと、大切なこと、もの、人、夢があるから自分は頑張って生きていられるんだと思いました。ここの人ってところがポイントですね。この子、人間不信の塊のような子供だったんですが、ここに人って入れたのは私にとってはすごく嬉しかった。だって生きていないと命がないとできないことだから。ですね、続けていきます。はい、ですね、N っていう子供の作文ご覧ください。この子ですね、一番最初にっていうか、なんて書いてたかっていうとですね、あ、すみません、こうですね、
幸せって人それぞれの感じ方の問題なのって私も聞いてるんですが、この子、ですね、幸せっていうのはその人の感じ方なんだっていうことを書いてくるんです。で、これどっかで聞いたことありませんか？幸せってその人の感じ方の問題じゃねえかっていう話。山田洋次さんの映画の学校ってご覧になったことありますか？見たことある人ちょっと手挙げてください。少ないですね。残念ですが、もう名作ですのでぜひ見てください。あの映画のシーンの中で最後に、夜間中学の話なんですけれども、あの田中邦衛が扮する猪さんっていう、いわゆる日雇い労働者の猪さんっていう人が出てくるんですが、その人が最後がんで亡くなっていくんですね。真っ黒いうんちが出るんだっていうのは、ある大腸がんですよね。真っ黒いうんちが出るんだって言って医者に駆け込んだらもう手遅れだったっていう。で、猪さんはそこで、東京で倒れて、そのまま救急車に乗せられて、ずっとふるさとの山形にこう帰っていくんですね。で、山形の蔵王のこう、あの風景をこう見ながら猪さんずっとこう運ばれていくんですね。で、引き取ったおばさんが電話をよこしてですね、何日か後に、猪さん亡くなったということで、主役の西田敏行ですねに電話をよこすんです。で、そのことを、西田敏行がクラスに報告をするんです。そしたらですね、あれは萩原雅人っていう役者ご存知ですかね。萩原雅人と、それから、主に朝鮮人の焼肉屋のお母さん主にがこう論争を始めるんです。それ何の論争かっていうと、猪さんは幸せだったか幸せじゃないかないのかなかったのかっていう論争を始めるんです、その場で。で、萩原雅人はそんなもうボロ雑巾のようにね、体がボロボロになって死んでったやつのどこが幸せなんだってこう言うんです。だ、主にはそんなこと言うもんじゃないって、ね、その人が幸せだと思って死んでったら幸せなんだって、そんなこと言うもんじゃないってこう主にが諭すんです。でも萩原雅人言うんですね、あんなチャチな修学旅行を喜んで何が幸せなんだってこう言い返すんです。で、萩原雅人は猪さんは幸せではないって、あんな死に方してってこう言う。で、そこでいろいろ主にと論争するんですが、最後にエリコっていう女の子が西田敏行に、先生それを探すのが学校なんじゃないのってこう言うんですね。それで映画は終わるんですよ。で、あの論争ちょっと思い出したんですね。ちょっと話長くなってしまいますが、で、私このナオっていう子供にこう聞いたんですよ。幸せって人それぞれの感じ方の問題なのってこう聞いたんですね。そしたらこの子はですね、自分の今まで帰ってきたことを全部バッテンしたんです。全部バッテンをして、ドーンとでっかいバッテンを引いて書いたのがこれなんです。やはりよくわからない、どれだけ考えてもわからない、震災に限らず苦しさを味わった人を助けられないのは悔しい、同じ苦しさを知れないのがつらい、きれい事ばかり書いても意味がない。強烈ですよね、今の作文教育に対するカウンターだと私は思ってます。いくら話を聞いてもその人の助けにはならない気がする。そんなことはないんですけれどもね、どれだけ自分が頑張ろうと結局他人事になってしまう。正直ですね、その人自身にはなれないから本当の辛さが分かってあげられないって言って、さっきのように涙をこぼしながら話をするんです。で、この辺だったでしょうかね、この子がグッと来て泣き始めた時に、隣で女の子が小さい声で頑張れ頑張れって入ってるんですよ、あれ。で、ディレクターに聞いたら、あそこは先生最大限音量上げましたって言ってましたけどね、さすがだと思いましたけど、私も聞いてました。あの子が泣きに入った時にわーっと思った瞬間に、隣の女の子が頑張れ頑張れって小さい声で言ってるんだ。で、これでこの話をした。こういうのが最後綴られてくるわけです。